ごめんなるみさん、30万貸して。30円の間違い。30円なんて借りるわけないでしょ。万よ、30万。そんな大金を貸すわけないってちょっと考えたらわからない。大金？あなたが言ってる金額は大金だもん。またまた、なるみさんって冗談が好きなのね。は？え？私冗談なんて言ってないけど、あなた本気で言ってるの？そうよ、30万くらいすぐ貸してよ。私にとってその金額って大金なんだ。だから人にポンポン貸すなんてことはできない。なら28万。言い方が悪かったね。あなたにはお金を貸せない。はあ？なんでそうなるの？別にいいじゃん、少し貸してくれても。私基本的に金銭の貸し借りはしないって決めてるから。それに少しくらいって言うなら自分でお金の準備すればいいじゃん。私にとっては30万は少しじゃないけど。何言ってるのよ、毎月何十万ってお金をもらってるくせに。まあ数万じゃ生活できないからね。そういうことじゃなくて、なるみさんって大手企業に勤めている役職者でしょ。私の旦那の倍以上は毎月もらってるんだろうな。それにほら、夏といえばボーナスでしょ。ボーナス。ボーナスをもらったからといってあなたにお金を貸す理由にはならない。別にいいじゃん、ちょっとくらい。ちょうだいって言ってるわけじゃないし、死ぬまでには返すから。もしかしたら私の保険金とかで返金になるかもしれないけど。あなたみたいな非常識な人と長い付き合いをしたくない。まあひどい。だいたいそのお金は何に使うつもり？私のところ息子が2人いるでしょ。最近育ち盛りで食欲がすごいの。まあ男の子は女の子より食べるかもしれないね。だからって30万なんてお金は必要ない。なるみさんは男の子を育てたことがないからわからないのね。めちゃくちゃお金かかるんだから。食費で30万なんておかしい。小学生でそんなに食べれるとは思えない。うちの子は食べるの。お腹がブラックホールだから。あなたが甘やかしすぎなんじゃない？は？だっていつ見てもお菓子食べさせてるし、食べたいって言ったらすぐに買い与えて。食べさせないとうるさいもん。食べたいものを好きなだけ食べさせればいいじゃない。ダメな時はダメって言わないとわがままな子になっちゃう。あなたには関係ない。お金をせびられてるから関係あるんだよな。とりあえずいいからお金貸して。このままじゃお金足りなくて生活できない。旦那さんは単身赴任中だっけ？そうなの。必要な金額を振り込んでくれてるつもりみたいなんだけど、食費がかさんで全然足りなくて家計が圧迫されてる。私に相談する前に旦那さんに相談しな。すぐ他人を頼るのは良くないこと。ママ友だから助けてくれると思ったのに。これはママ友だからとか関係ないお願いだよね。親しき仲にも礼儀あり。こんな非常識なお願い聞けません。じゃあいいわよ、他の人に頼むから。そういうことじゃなくて。もういいわ、ふん。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今 LINE をしていたのはママ友のかなさん。彼女は今旦那さんが単身赴任中で一人で子育てをしているママさん。食費で30万って馬鹿げてるよね。嘘だとしか思えないし、何を企んでることやら。3日後。ハッピーバースデーなるみさん。今すぐお祝いに行くから待っててね。私誕生日じゃないんだけど。大丈夫、あなたは今日生まれ変わるの。だから今日がバースデー。薬でもやってんのか。まあいいじゃない。とりあえずなるみさんをお祝いしたくて食事がしたくなっただけ。嫌な予感が。なるみさん、修羅丸レストランでご飯食べてるんでしょ。私今からそっちに行く。合流しよう。私は娘とゆっくり食事をしたい。そんなこと言わずに、せっかくの土曜日だよ。みんなで食事を楽しみましょう。土曜日ってことはあなたと息子さん2人も一緒にいるんでしょ。それぞれで食事を楽しめばいいじゃん。私実はこの後用事があって。は？息子の面倒を見てくれる人も一緒に探してたの。ということでなるみさん見つけた。勝手に見つけるな。食事だけじゃなくてお子さんの面倒も押し付けるつもり？別にいいでしょ。そこキッズスペースとかあるし、適当に時間潰しておいて。後で私が迎えに行くから。あ、やっぱり面倒くさいから家まで送り届けてくれる？私はあなたの召使いじゃない。お子さんの面倒は見ないし、家まで送り届けるなんてもってのほか。じゃあ私の息子に一人でレストランで時間潰せって言うの？まだ小さい子なのになんてこと言うの。あなたが何の予定入れているか知らないけど、子供を優先しろ。人に迷惑かけてまで行く用事って何？今から脱毛なの。
1時間くらいで戻るから適当にご飯食べて待っててよ。なんであなたのために私が休日を潰さないといけないの？アホなの？そんなこと言わずにさ、息子の面倒見て。あ、なるみさん見つけたわ、よろしく。ちょっと、お子さんを席に押し付けて走っていくって何考えてんの？私たちもう食事が終わったし困るんだけど。息子たちお腹がペコペコだと思うから適当に食べさせといて。たくさん食べるから金下ろしてきた方がいいかも。ふざけんな。私はふざけてなんかない、いつでも正気の翔子ちゃんよ。は？やだ、笑うところじゃない。相手にしてると頭が痛くなってきそう。とりあえず脱毛が終わったら連絡するから、じゃあ。あ、こら。2時間後。ふんふん、今から迎えに行くけど子供のことありがとね。文句も言わずおとなしく見ててくれたみたいだし、食費いくらかかった？なるみさんが勝手に払ったんだから私返金しないわよ。お金なんて払ってないけど。は？だから支払いをしてないって言ってんの。私の子供に何も食べさせなかったわけ？こんな時間まで何も食べさせないなんてかわいそう。かわいそうなのは貧相な脳みそのかなさんね。なんですって？もう一度言ってみなさい。何度でも言ってあげるよ。かわいそうなのは貧相な脳みそのあなた。キー、ムカつく。一度ならず二度までも。あんたが言えって言ったんでしょ。けどちゃんと子供たちいるじゃない。それにデザートまでしっかり食べた。なんだ、なるみさん嘘ついてたのね。私びっくりしちゃった。嘘なんかついてない。お子さんたちはデザートも食べてたし、私は支払いしてない。どっちも事実。そんなのありえない。保護者であるなるみさんがお金を払わずに店を出れるわけないもん。あなたから勝手に保護者にされたんだけどね。なるみさんたちはお店にいるんでしょ。どこにいるの？隠れてないで出てきなさいよ。私たちはもう家にいるから探してもいない。子供だけ置いて帰るとか、お店側もそれを許すなんてありえない。クレーム入れてやる。私が状況を説明したから。勝手に子供を押し付けて保護者であるかなさんがどこか行っちゃいましたって。な、それを伝えたら支払いは迎えに来た時にかなさんにさせるって言ってくれて。それでなるみさんだけ帰ったってことね。そういうこと。お子さんたちにはキッズコーナーでビデオを見せておとなしくしてもらってたし、神対応のお店だったよ。この金額冗談でしょ。なんか朝ごはん食べてないからお腹ペコペコって言ってて、次から次に注文しててびっくりした。育ち盛りってこんなに食べるんだね。デザートも3つぐらい食べてるし。でも好き嫌いが多かったからちゃんと注意した方がいいんじゃない？こんな金額払えるわけない。まあ一品一品がちょっとお高めのファミレスだからね。9000円ぐらい言ってたんじゃない？私財布の中に5000円しか入れてない。それは知らないよ、私関係ないし。お願い、ちょっと貸してくれない？絶対に嫌。それに旦那さんからお金もらってるんでしょ。どうしても足りないなら私が旦那さんに連絡しようか？それだけはやめて。分かった、自分でどうにかするから旦那には言わないで。食費が足りないんでしょ？旦那さんに正直に言えば。ごめんなさい、今回のことを謝るから。だから旦那には何も言わないで。ふーん、よく分かんないけど分かったよ。ありがとうございます。今度からこんな勝手なことしないでね。はい。本当はお店の人に状況を話して、かなさんの車が見えた瞬間にスタッフルームに隠してもらった。さすがに子供だけを放置して帰るっていうのはできなかったからね。私が店にいるとも知らず、彼女はお金を払って泣く泣く出て行った。1週間後、ゆりとひまわりとかなのLINE。今日一緒に食事に行きませんか？なるみさんやお子さんを連れてみんなで行くんです。よかったら一緒に。え、本当にいいの？私お金がなくて。大丈夫ですよ、お金のことは私たちでどうにかするので。そうです、気にしないでください。じゃあお言葉に甘えちゃおうかな。そうしてください。ここ最近お金がなくて皆さんにお願いしてるんですもんね。え、食費が足りないからっていろんな人の食事会について行ったり、お会計になってお財布忘れたって言ってみたり、ここ最近大変そうですもんね。そうなのよ、いろいろ大変で。今日はお金を払ってくれるって聞いて安心しちゃった。息子が食べ盛りで困ってたの。そうだったんですね。お店にはすぐ着きますか？もちろん、ただ飯とあればすぐに行く。家からも近いし15分くらいで着く。びっくりするぐらい早いですね。当たり前じゃない、絶対にお金は出してね。分かっています。
15分後。あれ、みんなどこにいるの？言われた席に通してもらったんだけど。まんまと引っかかりましたね。は？私たち食事はしませんよ。というよりも食事は終わってます。は？何って、今から私と一緒に食事をするんでしょ？違いますよ。私たちは食事をしたのでお金を払っておいてください。はあ？何ふざけたこと言ってんのよ。自分が食べた分ぐらい自分で払え。いきなりそんなこと言われても手持ちが足りるわけないだろ。私たちも今までそういう気持ちだったんです。何がよ？まだわからないんですか？あなた、なるみさんにたかろうとしましたよね。そんなことしてない。私に隠し事なんて無理ですよ。なるみさんのことで知らないことなんて何もないんですから。確かにファミレスのお金を払ってもらおうとはしたけど、結局払ったのは私だし。けどその後他のママさんたちに支払いを押し付けたり立て替えさせたりしてるじゃないですか。そんなのあなたたちには関係ないじゃん。なるみさんはとても心優しい女神様なんです。他のママさんが困っていれば心を痛めてしまう、そんな素晴らしい女性。そして2年前私のことを痴漢から助けてくれた、なるみさん初期。つまりユリはなるみさんのことが大好きなんです。なるみさんに迷惑をかけたら許さないぞ、プンプンってことです。その話は知ってるわよ。もしなるみさんがいなかったら痴漢男の手を縛り上げてたって。何をそんな生ぬるいことを言っているんですか？ん？腕を切り落とし傷口を焼き、痛みと辛さで悶絶させながらそれを見て酒を飲むんです。なんとも怖い考え方ですね。私が聞いた話よりだいぶやばかった。悪いことをする手は必要ないと思うんです。だからなるみさんに迷惑をかける害虫は存在意義がない。つまり息をする資格もないということです。あはははは、なるほど、わかったわかった、反省するよ。なるみさんには迷惑をかけないし、とりあえずお金を払えばいいんでしょ。それで今後私には関わらな。キャー、いきなりびっくりするじゃないですか。何をどうやったらこんな金額になるの？絶対にありえない、こんな高額な請求。そのことですね。今まであなたが他の人にお金を出させていた総合金額です。そんなのみんな覚えてるわけ。私は知っています。なるみさんと関わった人のことは隅から隅まで調べ尽くしていますので、あなたがいつ誰とどこに食べに行き何を注文したのか、お会計の時に何と言って払わせたのか全部メモに記してあります。それをもとに今日みんな集まってくれたんです。は？え、ちょっと。今日被害に遭ったママさんとみんなでご飯食べたんです。あなたが迷惑をかけた金額分のお肉を頼んで、美味しいしゃぶしゃぶだったな。つまりこれは私がみんなに払わなきゃいけない金額だから黙って払えってこと？そうです。無理よ、こんな金額持ってきてない、貯金もないし、どうすれば。そこはご心配なく、旦那さんが払いに来てくれます。旦那って何？頭に巻くやつ？それはバンダナです。支払いできなくて帰れないのは困るけど、旦那って。あなたの悪事を全部お伝えしています。みんなが LINE で返金を求めているのに全く返す気がないやり取りや、私が持っていた動画の証拠を見せました。でも旦那は単身赴任中で。びっくりしてましたよ、お子さんがふくよかになってたので。ぎく。食事の管理はちゃんとするように言われていたのに、それに旦那様からもらっていた生活費を脱毛代に使うなんて。それもバレてたのね。ごめんなさい、そのことは旦那に秘密にして。残念ながら手遅れです。もうすべて知っています。そんな。もし今後あなたがなるみさんや他の人に迷惑をかける場合、あなたの毛穴という毛穴を一つずつ焼いてあげます。は、は、火？脱毛したいんですよね。私が火で炙った針でグリグリと刺して毛根を殺してあげます。絶対痛いやつだ。勘弁してください。私はずっと見ていますからね。楽しみだな。悪さはしません。その後、かなさんはその後来た旦那さんにこっぴどく叱られ、一人だけお肉が食べられなかった。お子さんたちも好き嫌いをせず食べるようにお父さんに怒られたって言ってた。その後単身赴任から帰ってきた旦那さん、その頃には息子さんたちの体重も元に戻っていたみたい。だけど食費として渡していたお金を全額脱毛費用に使っていたことは許してもらえず、
今は旦那さんにお金のことを強く言えなくなったみたい。あと金額はアルバイトして全額旦那さんに返金したらしい。彼女はおとなしくなってお金を出せということもなくなった。そりゃそうだよね。怖い脱毛屋ことユリが見張ってるんだから。あのあとみんなに謝罪をしに来て菓子折りまでもらっちゃった。支払いを押し付けられてとても不快で、自分がやってたことをやっと振り返れましたなんて言ってたけど、本当はただユリが怖いだけだろうな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。